宮山塚古墳は奈良県伊生駒郡へぐり町椿にある古墳。形状は円墳。奈良県指定史跡に指定されている。本項目では宮山塚古墳の南にある宮浦山古墳についても解説する。奈良県北西部、ヘグリ谷東側の矢田丘陵の西斜面の尾根先端部に築造された古墳である。古墳名は春日神社境内に隣接することに由来する。 中世紀に椿意義の土類施設に取り込まれたため、噴球は改変を受けている。噴形は円形で東西26メートル、南北24メートル、高さ約7.1メートルを測る。主体部の埋葬施設は右肩袖式の横穴式石室で南方に開口する。石室には右肩袖式、正方形平面形、ドーム状天井、単焦な沿道という、 横穴式石室の導入段階の特徴が指摘される。この宮山塚古墳は古墳時代中期の5世紀後半引く抜擁頃の築造と推定される。ヘグリガニでは最古級の古墳であるとともに、紀内における初期横穴式石室の一つであり、横穴式石室の変年を考察する上で重要視される古墳である。古墳域は1969年に、 奈良県指定史跡に指定されている。石室原室天井は、ドーム状を停止する。主体部の埋葬施設としては、右肩袖式の横穴式石室が構築されており、南方に開口する。石室の規模は次の通り。石室の石材は、扁平な自然石、割石による。原室は、正方形に近い平面型を取る。原室の四平気は、下半では、 垂直済みによるが、上半では内側に強く持ち送られ、ドーム状の天井を形成する。明確な天井石はない。また、現室の奥壁中央には、食大の頑丈施設と見られるくぼみが認められる。沿道は非常に小さい形態になる。このような右肩袖式、正方形平面形、ドーム状天井、単小な沿道という特徴は、 機内横穴式石室の導入段階に認められるもので、類例として、藤の森古墳、高井田山古墳が知られる。宮浦山古墳は、宮山塚古墳の南にある古墳。形状は円墳。墳形は円形で、直径約15メートルを測る。主体部の埋葬施設は、両袖式の横穴式石室で、南方に開口する。現室は、 長さ3.9メートル、幅2メートル、沿道は長さ約3メートル、幅1.4メートルを測る。石室の石材は花崗岩である。宮浦山古墳に関するカテゴリー。ありがとうございます。